じゃあその前の新聞化通信社の成合と申します。受賞おめでとうございます。ありがとうございます。今回 その初出の文学会を大増刷に結びつけ、そして単行本においても非常に10万20万という初版、そして現在聞くところによると今64万部まで単行本がいっていると聞きました。はい。それ60今回 の受賞の効果 です、ね、ミリオンも狙えるところにあるんじゃないかと思うんですが、はい、その100万部というところについて何かイメージというかそういうのがあればお願いします。そうですね、小説書いてるときはもちろんそんなイメージは実はなくて、とりあえずこう自分で作品に向き合って書いてたんですけど、書き終わるとやっぱりせっかく書いたんでいろんな方に読んでもらいたいっていうのがあるんで、そうですね、どんどん読んでもらって、でさっきも言ったんですけど、僕の読んでそこからまたなんか別のやつも読んで、こう本好きな人が増えたらまた楽しくなるなと思いますね。で火花芸人の若手芸人のことにも触れてるんで、やっぱり劇場にすごい多くの芸人がいるん で劇場にも来てもらって、なんか全体的にそういうなんかお笑いとか文学、まあ、音楽も、演劇もそうですけど、なんかそういうのがどんどん盛り上がっていけばいいなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。あ、じゃあ前列の共同通信の上野です。この度はおめでとうございます。ありがとうございます。又吉さん のお笑いの方は話す芸で、小説は書く芸、話す芸と書く芸という違いはあると思うんですが、はい、又吉さんが表現者としてそれぞれで感じている自由なところと不自由なところを教えていただけないでしょうか。そうですね、お笑いで不自由なことって何でしょうね。お笑いも割と何やってもいいっていうのはあるんですけど、めちゃめちゃ子供みたいなこと言うと、こう自分がこう2人とか3人に瞬間的になれたりとか、そういうことができたら幅は広がるなっていうのはあって、やっぱり人間なんで自分の体と声でこれでやるしかないっていうのがライブで言うと、でも映像とかで言うとそれももしかしたらできるかもしれないんで、はい、そんなに、そうですね、そんなに不自由はないのかなと言いつつも、どうなんですかね。まあ言うたがんこととか、やっぱ人によって感じ方が全然違うんで、そこはまあ両方そうですよね。小説もやっぱり同じものを書くんですけど、読む人はみんな違うんで、そこはそれぞれ。あとはお笑いの場合はすぐにお客さんがこう笑ってへんなとか思ったらやり方変えたり、まあ、今誰も笑ってませんけど、でも小説の場合は変えれないですもんね。書いてもうたものがそのまま読まれるんで、そこの違いはあるなと思います。はい、じゃあそろそろ最後の質問にさせていただきたいと思いますが、まだ質問、じゃあちょっとその横の朝日新聞の板垣と申します。どうもおめでとうございます。ありがとうございます。以前取材させていただいたときに、はい、小さい頃から自分の頭の中で独り言がこう溢れてしまって、はい、自分は異常なんじゃないかというふうに思ってたというふうにおっしゃってたんですけれども、はい、先ほど芸人も続けて いくということで、はい、まあ、ライブとかも しながらそこでどっかで残っているものが文章を書く第一歩になるというふうにおっしゃったんですが、はい、その残っているものっていうのはその自分の中の頭の中で独り言になっちゃうことと何か関係がありますでしょうか。その独り言というか、はい、一人で考えていることですか。考えて残って人にも言わなかったこととか、
はい、自分の中で抑えられなくなったこととその書くことっていうのが何かリンクしてるんでしょうか。そうですね、割と近いですね。なんか散歩しながらとか走ったりしてるときにこう頭の中にいろいろ言葉が出てくるんですけど、それはもう何でもないようなことなんですけど、そこから文章を書いたりすることはよくありますね、はい、よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。まあ、そろそろ皆さんご質問したいと思いますが、そろそろ時間が押してまいりますので、はい、これくらいにしたいと思います。最後に何か一言ございますでしょうか。はい、いや本当にたくさん集まっていただいてありがとうございます。まだお読みでない方がいらっしゃいましたら、ぜひ読んでみてください。ありがとうございました。